こんばんは、シュです。今回はフェス限ヒロインガチャ引いていこうかなと思います。今回ねチェルン欲しいんだよね。チェルンの確率が 2%、 上から4番目だね。別にどこで使いたいっていうわけじゃないんだけど、チェルンがね1体しか持ってないんだよ。なんでもうちょっと欲しいなっていう感じで今回引きます。ダイヤ率は割と良かった気がする。であれ来たね、ストーリーダンジョンの情報。ストーリーダンジョンね、確か2月かな、パズドラ7周年か8周年の時発表されたのかな、ありますよって。でそっから続報なくて、今日ねツイッターで発表されてたんだよ、パズドラのストーリーダンジョン。うわメリディオナルス懐かしいね。来週か再来週あたりにいよいよ詳細を発表できそう。いや楽しみだね。これどんな感じなんだろう。このね今言った2月8周年か7周年に発表されたのは一応こういう感じで、ちゃんと喋ってんだよね、ソニアとかトークしてんだよ。いやこれどうなんだろう。私思ったのが、なんかそのストーリーダンジョン用のモンスターとかも出てもいいなみたいな、なんか主人公的モンスターゴンゾーみたいな、そういうのいてもいいなと思う。なんかさ、その今使ってるモンスター使えなくてもいいなって、これ私の意見ね、思ってる。例えばポケモンで例えると、その最初なんかビッパとか捕まえて、そっからだんだんレベル上がってくじゃん、四天王みたいに。なんかそういうストーリーの感じでもいいかなと思う。なんか今手持ちのキャラ使えるって考えると、もう最初の草むら、いやーイルミナ激アツ、最初の草むらでなんかレベル100のミュウツー、なんかイディアルとか今いろんなキャラいんじゃん、なんか持ってるみたいな感じで、やっぱどうしてもねキャラの力に、おいいね、オーリア激アツ頼っちゃうかなっていう感じは私正直あるんだよ。なんで正直今このキャラ使えなくてもいいなって私は思ってる、そのストーリーだけの。まあね、いやせっかくガチャ引いてんだから、まあ、ガチャのモンスター使いたいっていう意見はすげえあると思うんだけど、まあ、私の一意見として、まあそういうのもあるんじゃないかなと思う。でその最初のビッパみたいに火力も最初はちょっと低めとかでもいいかなっていう感じある。やっぱこことか難しいの着るとインフレより進むじゃん。なんで序盤はゆったりゆったり低倍率からいっていくのがいいんじゃないかなって私は思ってる。なんか普通にさ、なんか今までのモンスター使っていいよってなって出る敵も難しいだったら、なんだろう、たまに来るゼウスのやつとか、ソニアのヘラソエルじゃなくて、なんだっけ、あのソニアのダンジョン、なんとかの天空魔とか、なんとかの狭間みたいな、そういう10階層とかのダンジョン来るじゃない。あ、ナビのこれ武器いいよね。なんか10階層のダンジョンとかあるじゃん、あれとかと別に大して変わんないなと思って、なんかただストーリーになってるだけ。なんならストーリーの方が遠くあって、そういう何階層より邪魔だから、ちょっと差別化みたいのしてもいいんじゃないかなっていう。これで今日終わります。この動画、トーク力なくなりました。バイバイ。